筑波大学の孫と申します。よろしくお願いいたします。私の方からは、筑波大学と東京医科歯科大学の授業について発表させていただきます。この授業は、地域医療に求められるケアを幅広くシームレスに提供できる高い能力を備えたオールラウンダーを養成することをテーマに掲げ、ここに記載した6つの領域について、充実した教育を提供することを目標としています。 えまず、我々が現在開発している e ラーニングシステムについて説明します。この e ラーニングシステムは、筑波大学がポストコロナ GP の一環として開発、運用するシステムで、他の GP 採択大学も共同利用が可能なものになっています。例として、総合診療のプログラムを複数大学で作る仕組みについて考えたいと思います。えここに記載しているように、筑波大学、A 大学、B 大学、それぞれ複数の講義があるものとします。 でこちらが、えー、それぞれの講義とシラバスの各項目との関係を示したマトリックスになります。縦に見ると、えー、例えば筑波大学の講義1がどんな内容になっているのかが、えー、分かります。個別にこの項目を勉強したいときに、横に見ると、どの大学のコンテンツを見ればいいかが分かります。例えば、このコンテンツであれば、えー、筑波大学、A 大学、B 大学、3大学ともに重点的に取り扱っている講義があるので、見比べることができます。 はい、例えば、この項目であれば、筑波大学は三角しかないけれども、えー、それを聞きたければ B 大学にコンテンツがあるので、それを聞くように学生に指示すればいいことがわかります。そして、えー、例えば、この項目は三大学とも中心的に取り扱っている講義がないので、今後ここの講義を作ればいいことがわかるというような構造になっています。 総合診療に関しては、他の採択校の協力も得て、シュラパスを作成し、今申し上げたシステムにコンテンツをアップロードする準備を進めているところです。それでは、6領域のプログラムについて、一つずつここから説明していきたいと思います。まず、地域医療学習プログラムでは、1年生から6年生まで地域医療に関する体系的な学習ができるように計画されており、ほとんどが必修のプログラムになっています。 2年生では早い時期に地域医療に体験してもらおうということで、夏休みに1日診療所や介護施設の現場で実習を行っています。また3年生の地域ヘルスプロモーション実習。 は、えー、個人だけでなく、集団や地域にアプローチをするという医療者の役割を理解し、実際に現地での健康教育を企画、実施するという実習で、えー、記写真にありますように、地域の食生活改善推進員の方とともに、原因食の調理実習を行ったりとか、えー、アルコールについて、えー、後輩の医学生や、えー、高校生に指導を行ったりというさまざまなコースがあります。 また、5、6年生では全員が3週間の地域滞在型実習を行っていて、その中では健康の社会,決社会的決定要因に関する課題に取り組んだりもしています。さらに、1年生から4年生の希望する学生7名が現在、研究室演習というのを実行していまして、地域での実習や研究などの活動をしています。この写真は昨年のプライマリケア学会で学生が活動報告を行った時のものです。 総合診療学習プログラムでは、目標の一つとして臨床推論の学習の充実を掲げており、4年生を対象に TBL 方式で行っている主要な症候の鑑別診断トレーニングのコマ数を増やして現在行っています。また、5、6年生の総合診療科の必修の実習でも、ビデオレビューやケースレビューを重点的に行っています。それと同時に、オンデマンドコンテンツの作成も進めており、学生が興味のあるテーマを選んで学習できるようにしています。 また、総合診療科の選択 CC では、北海道から沖縄まで全国約90施設の中から学生が希望する医療施設で1ヶ月実習できるようにあの担任がサポートしています。この実習で学んだことについて学年全体でポスター発表を行っていて、ここに記載してあるようなタイトルで学生が発表しています。 さらに月1回オンラインで総合診療塾というのを今年度から開校していて、全国の総合診療や家庭医に興味を持つ学生が他の大学と交流しながら学ぶことができるようになっています。続いて救急科のコースについて説明したいと思います。救急科は大きく2つのプログラムがありますが、災害時初動と BCP 学習プログラムは4年生が選択科目で取るコースになっています。 これは1日かけて災害時に地域医療機関でリーダーシップを発揮するための基礎的な知識を学ぶものです。写真にありますように、無線機器の練習やトリアージの実習、また非常食の調理や食なども含まれていますで、えー。緊急時初期対応学習プログラムは必修のコースで、5、6年生の実習では、写真にありますように超音波シミュレーターを用いたトレーニングや、さまざまなシナリオを用いた BLS、ALS の実習を行っています。 続いて、緩和ケア科では1年生からの系統的な講義や実習、演習に加えて、5、6年生の選択 CC として2週間の緩和ケア科での臨床実習を新規に開設しました。この実習では緩和ケア病棟から在宅緩和ケアまで様々なセッティングでの緩和ケアを体験し、学びを深めることができる内容となっています。 また感染症化は、シミュレーション主体とした低学年向けの講義を増設するとともに、5、6年生の選択 CC の定員をこちらも大幅に拡充して、様々な医療機関のセッティングでの発熱外来や予防接種、また抗菌薬の適正使用に関する実習も行っています。でここからは、東京医科歯科大学のプログラムについてご紹介します。 このスライドは地域医療における難病診療学習プログラムですが、今年から1年生の授業に VR を用いた難病の在宅診療場面の学習を取り入れました。学生は在宅環境にバーチャルに参加して在宅診療場面を追体験します。このシステムでは実際に学生がどこを見ているかを評価でき、生活の場としての在宅場面で見るべきものは何かなどの学習ができます。え続いて、 多職種連携学習プログラムについてご紹介します。1年生の4月の初めに、医科、歯科、保健衛生学会、歯科航空保健学科を含む医療系多職種の学生で、多職種連携についてグループ学習をします。この多職種の学生のグループ学習は、その後も定期的に高学年まで実施され、学年の進行に応じた知識、経験をもとに議論が深まってくるということになっています。 また、高学年においては診療所実習、病院実習にて、歯科を含めた多職種連携の実習も診療参加型に体験しています。えー、次年度以降は、我々あのオンデマンドコンテンツをさらに増やして、e ラーニングシステムを稼働させること、また、両大学の学生が茨城県の地域で一緒に学ぶ機会を、えー、作っていきたいと思っています。以上になりりまます。ありがとうございました。